おはようございます、マフィーです。今回はゴールデンウィーク逆転祭記念金猫出る限り引き放題ガチャ、こちらを回していきたいと思います。もう要するにその名の通りね、この金のヌコゴールドキャットが出る限りはずっと引き回せるというね、そういうガチャでございますね。逆にね、あの前にあったそうイノシシ年ガチャ、あれはエルマントスが出るまで引き放題というものなんですけども、今回はこの金ヌコをね、もう金の猫を見続けている限りはねずっと引けるということで、とても夢のあるガチャなんですよ。でどういうコマが当たるかっていう話なんですが、まあ、そうですね、結構そのなんだろう、おなじみのコマが多い感じがするかな。超ゴマが結構多くて、レグス、ヨシノ、アズリエル、ロスカ、ミアクレル、ローランと、2017年までに実装されている超ゴマが全部出るのかな。これカーリーとかも出るので、あのセツナとか、うん、結構その2017年までの、まあ、超ゴマが全部、いやでもラニとかいないのか、うん、っていう感じですね。まあ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 、なんだろう、その昔の超ゴマの中でも、例えばね、そうですね、このガルムとかも最近すごい強いし、あとグウェインとかも10日解放されて呪い移しに使われていたりとかするので、全然ねいいんじゃないかなと思うわけですよ。で英語マに関してはなかなかこうなんだろう、異彩を放つコマが多いというか、うん、ちょっと珍しいよね。なんかその戦国であったりとか、まあ、三国系のコマが多いのかな。あとは各種こうあれですね、季節限定のイベントのコマがねちょいちょいいるということなんですけど、まあ、そんなにね、なんだろう、気張って引くようなガチャではないと思います。あいつ欲しい、うおーみたいな、そこまではこう気張る必要はないのかなと思いますが、個人的にね一応ね持ってないコマがあってね、こちらこれアズリエル持ってないですね。このバージョンのアズリエル、このね金色バージョン持ってなくて、すげえ可愛いのね。金色バージョンのアズリエルのこの進化とかさ、めっちゃ可愛いんですよ。なんでこいつをね狙ってね今回ねやっていきたいと思います。アズリエル自体はたくさん持ってるんですが、金色バージョンは一体持ってないんでね。で金猫が出る限り引き放題ということなんですけども、55連ごとに超ゴマ S 以上、逆だ、 S 超ゴマ1体以上ね確定ということなんで、まあこれでねアズリエルが出てくれたらいいんじゃないかなと思うわけですよ。まあ、つまり55連までは必ず引けます。うん、55連までは金猫は絶対に出てくれるということなので、そこから先がね、勝負になるのかなと思います。じゃあやってみましょう。とりあえず S 確定ではあるんだよな、11連ごとに。うん、でその中で中身がどういうものなのかというものですよね。まあでもやっぱりこうただより高いものはないと言いますし、ただガチャでただで55連最低でも引けるというのはとても素晴らしいものであると思います。ではでは、はーい、あ、OKOK、 ここにゴールドキャットが出るのね。で、お、ベリアル常設の中では個人的にお気に入りのコマが来ましたね。これあれだな、あの10連目にこのここにゴールドキャットのあれがあるから、多分ここにずっと出るんだと思いますね。なんで、これ10連目が黄色くなければ終わり説はありますね。やっていきましょうか。すい。そういうのあるんですよね。なんか、エリュマントスの時もさ、あ、11連目がエリュマントスだったら終わりだよみたいなさ、そういうのあった気するんでね。さあ、ゴールドキャットの法則。10連目ゴールドキャットの法則。まあ、ここまではね、安心していける。22年はね、全然いけると思うんで、はい。はい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 、これだな、なんだっけ、フィリアと、こいつなんだっけな、フレデリカかフレデリカをパッと見て名前が出てこなくなってしまうほどにね、実は私寝不足なんですほんと今ね超寝不足、4時間ぐらいしか寝てないですね。はい、まあ4時間寝てる方だという人もな中にはいると思うんですけどね、その普段全然寝ないよっていうショートスリーパーの人もいると思うんですけど、私にとってはやっぱ4時間っていうのはちょっと短い睡眠かなと思うわけですよ。なんでアズリルに癒されたい。なんか魔の S ゴマめっちゃ出ないこれ魔の S ゴマすごい出てんな、アズリルの流れあるんじゃないか。次44連目、ちなみに55連目はね、さっきも申し上げた通り超ゴマが確定するということなんでね、55連目にアズが出てくれれば、たとえゴールドキャットがその先出なくても、うん、もう同じというところですよ。アズリエルさえ出れば個人的には大満足です。1枚2枚、おーい、おー、泥目だ、あ、おー、ピックアップ確定、次でもう一度徐々に行く。でここで外れる可能性があるんだよな、最低だから66連はできるということか、多分そういうことでいいのかな。まあまあいいや、あれ、これ今の何連目だっけ、今のが55連目だっけ、一応超ゴマ出たけど違うよね、これで55連目だよね。 OK、あれ？どうしたっけ？忘れた。まあいいや。OK、出てるね、でも。これで超駒だったら55連目ということでよろしい？
あ、本当だ、チョコマンだ。え、あ、俺刹那も、ちょっと待って、あれ、俺刹那持ってなかったんだ。あれ、刹那なんかで買った気がするんだけどな。あれ、持ってなかったっけ。ちょっと確認入っていいですか。あれ、俺刹那の動画出したことあるよな。え、出したよな、刹那定石みたいな。え、あ、駒箱引きだ、間違えた。あれ、刹那持ってなかったっけ。俺なんかパックで買ったと思うんだけどな。刹那、あ、持ってるね。あ、分かった。この状態で出てきたから、進化前は初めて取ったってことか。ってことは、これが2体目だから、OK。これ進化と投下で使い分けれるから、全然 OK ですね。よしよしよし。勝ちです。はい。ってことで、続き聞いていきます。これで66連目かな ?OK。S のね、あの、虹のかけらが見えたということで、まだまだ引いていきたい。まだまだ金猫さんとお付き合いを続けていきたい。今ね、付き合い始めて6ヶ月目です。そう、66連目。付き合い始めて私たち半年だねっつってね。うん。あ、あー出たね出たね。よしよし。しかも S めっちゃ出てない。あずーあずー。あ、刹那また出た。あ、やった。これ茨姫じゃない。え、マジ、これ嬉しいんだけど。お、茨姫じゃん。オッケー、これめちゃくちゃ嬉しい。あのね、これ茨姫欲しかったんですよ。こいつ持ってなくて、こいつ常設になったんですけど普通に強くて、あのね、アタック 0.5 の時にあれアレスリーダーにこいつ入れたらめっちゃ強いんですよ。めっちゃ強かったんですよ。オッケー、この茨姫勝ちやな。よし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 、これ勝ちです。うん、レーナダリアと一緒に使います。あの補正によってね。はい、付き合い始めて7ヶ月。はい、金猫と付き合い始めて7ヶ月。マッピー会長、ここなの一句。7ヶ月目にして倦怠期は訪れません。これから先も私たちは仲良くやっていこうじゃないの。オッケー。ちゃんと英語も出てるね。怖いな。これ最後の英語も、最後10連目が英語もだからね。まだ、こう生き残っていられるんだっていうこの安心感よね。さあ。付き合い始めて8ヶ月。どうだ ?8 ヶ月にもなると、こう、お互いにだいぶね、心を許し合ってる、そんな関係になってると思います。まあ私恋愛経験ないんですけどね。まあ私恋愛経験ないんですけどね。これの、オルジマル。さあ。8ヶ月目。どうですか?まだ続くか?俺たちの、OK! 俺たちの、このパートナー関係はまだ続いていく。よいしょ。OK, OK. さあ、8ヶ月経った。9ヶ月。9ヶ月目ですね。9ヶ月ってだったら、もうね、1年もは目前よ。1年は行こう。1年は、ね、お付き合いしてですね。9ですよ、9。はい。あ、はい。OK。付き合い始めて9ヶ月。亀裂は走るのか?おしよしよし、まだまだ、まだまだ続く、まだまだ続く私たちのこの関係は。あ、ついにギフトボックスに出るようになってしまったね。で、一回ちょっとバンクにぶち込みますか。一回ちょっとバンクにぶち込んで、一旦ステイですね。はい、一旦ステイして、で、あ、はい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 。なんかかけらもらった。わびーしいただいて、よいしょ。ちょっとこの辺もね。はいはいはい。駒箱に入れて、さあ、9ヶ月って言ったよな。10ヶ月 !10 ヶ月お付き合いをし始めて10ヶ月、もうすぐ記念日だ。1年記念日だよ。1年記念日は、なんかとても雰囲気のいいレストランに、なんかレストランっていうか、そういうところに行って、すべて私がお金を出すみたいな。待って、あれ ?S? これブルーらなかったけど。音出てるかな?ちょっと音聞いてなかった。いや、でもまあいいや。S が出るよりもゴールドキャットが大丈夫。でも S は確定なんだよね。だから大丈夫だ。別に気にしなくて大丈夫。はい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 。グウェイン!お、超ゴマ出てんじゃん。え、これこのガチャすごくね?結構超ゴマ手に入ってるよ今。刹那2体とグウェイン、いいねこの流れ。11ヶ月、さあ1年目前、ここで破局したくない。もうすぐ1年だねっつってさ、うん、ゴールドキャットと付き合い始めて1年が経とうとしていた。てか今のあれか、あのピックアップ確定の時か。よいしょ、さっきのグウェインのやつは OK。1年経ったぞ。1年経った。ここで1年。ここで12回目だから、12回目の11年だから、1年。付き合い始めて1年だね。去年、あんなことはこんなことはあったね。これ、あ、ね、もう2年目に向けて頑張っていこうね、つってね。うん。そんな甘いひととき、恋の予感。え、ちょっと待って、おいおいおい、これ、これ、ちょっと待って、おい、あ、1年で破局1年で終わった俺たちの関係。ああ、ゴールドキャット。ゴールドキャットがアンドロメダになっちまったよ。ゴールドキャットがアンドロメダになっちまったよ。まあでも、いいや。結構超ゴマ出たね。
意外と出る、うん、なんか思ったよりは出る。しかもね、個人的には茨姫が出たので、まあ、これ勝ちかなと思います。あとこれ、地図当たりました。うん、地図出たんで、こいつもね近いうちに動画撮ると思いますのでよろしくお願いします。あとね、ちょっと最後にね、まあ、ちょっと業務連絡があるんですけど、これね4月30日にこの動画撮ってて、で、4月30日にねこの動画撮ってて、5月入ってからシーズン2が始まると思うんですが、そこでいろんなコマが追加されると思うんですよね。まあ、予想としては超ゴマが多分3種類ぐらい追加されるのかな、神魔竜という風にね、いつもの流れで言うとそうなるのかなと思っておりますが、あとはなんかいろんなコマが10日解放とかするかなと思うんですけど、一応そういうコマたちをね、なんとかこうピックアップして動画を出していこうかなと思っているんですが、やっぱりこう時間が例えばね取れなかったりしてね、そういう動画がなかなか撮るのが難しくなってきた時に、それかもしくはそういう動画を出してきた後に、シーズン1のシーズンマッチの動画が今特に巻き割りシーズンマッチか、かなりね溜まってます、ストック多分ね7、8本ぐらいストック溜まってるんですよ。なんでいつしかもしかしたらそのストックを大解放する時が来るかもしれません。なんでシーズン2に入ってもシーズン1の時のシーズンマッチの動画がもしかしたら上がるかもしれないので、ぜひともご了承のほどよろしくお願いします。ということで私の結果は、120連かな、ん？12だから、あ違うか、122か、122連で終わりました。まあでもそう、あ違う、え 12? あ違う違う、12だ、12だから132連だ、132連ごめんなさい、132連で、終わったんですけど、まあでも全然ね、うん、いいガチャかなと思いました。結構その2017年までの超ゴマがかなりね出てくれたということなので、ぜひ皆さんもこのマネブレイ、こう無料ガチャということですからね、引かないやつはいないでしょうと思うんですけど、引いてみてください。そして引いた結果など、ございましたらぜひコメントの方にもねよろしくお願いしますということで、皆さんシーズン2もよろしくお願いします。これも今後ともね、僕のことを応援してくれるよとか、まあ、そういうこの動画が面白かったよという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。